インポスターゾニーキー。ダウンロードが大坊ザコスタ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 遅すぎ早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 すぎ、ありがとうございます。いや、セイタさん、僕まだボタン開けてませんでしたよ。あ、部屋にしたった。すいません。あ、確かに。言われてみたら。すいません。あれ？これは初見案件ですね。セイタさん、セイタさん。ごめんなさい。部屋なしとしての時間が足りないんじゃないですかね。どうしてください。ごめんなさい。忘れてました。私は部屋にしてることを忘れ、ボタンを押したあげく、煽り散らかすという状況に。罪深いですね。申し訳ございません。中までしっかり反省して。したいと思います。部屋主はボタンがちょっと早く押せるという、もちろん自投票だよな、センターな、はい、もちろんな、そうだよな。申し訳ございませんでした。自覚が足りんのじゃ、あんまりいじめちゃいけないよ。はい、はいや、申し訳ございませんでした。おーおだったら入ってない。夏目先生だけじゃないの入れたの。あーいや、気のせいか。うん、ハキさん、扉開け助かる。愛戦、うん、宿舎前いるな。トモヤさんアドミ見てたと思いますけど、はい、ちょっと3秒前の情報なんですけど、ミーティングが2か、はい、最後3になってるかもしれないです。証拠機1ありました。はい、僕かな、あ、違うか、センターさんか。企画先端源。はい。はい、企画先端源がミーティング。はい、僕が最後尾です。はい、そうだ、はい。で、一番怪しんでるのが展望2からのキッチン1。なので、展望2のうちの1人がキッチンに移動してます。それ、夏目先生が、展望でキッチンがパン君です。僕です。停電直したの僕です。ああ、じゃあ生きてるか。オッケー。で、あとは、はい、あとはエンジン2かな。2、あ、ごめん、待って、エンジン2から証拠機1になったのかな。おお、まあ、うん、エンジン付近に1はいました。1かにいます。あれ、センターさんってどこなんですか。はミーティングと証拠機。それは僕ができないこ、僕とは別ですか、それとも僕も含む。あ、どのタイミングです。いや、最終です。3秒前。3秒から5秒前。うん、はい。大家さんにお聞きしたいんですけど、それは、はいはいはい、昇降機から、リミーティングに上がった人物は弾けますか、そのエンジン2に。エンジン2に含まれる可能性あります。昇降機の位置は。含まれる可能性。あ、OK です。エンジンから行ってます、センターさん。はい、行ってます。あ、OK、そうです。ってことは、エンジンにはもう一人おられるんですね、うん。うん。うん。エンジン2のタイミングがありましたね。で、あとはちょっと右側自信ないですね。あ、右側私、はい、アーカイブで停電だったので、貨物に停電直しに行き、ハイデルバーグに着いたところで直って、最後バイタル前まで到着して終わりです。はい、柿はラウンジのゴミ箱ピュッてやって終わりです。うん、シミヤは東屋さんと一緒にアドミを見てたタイミングがあって、武器庫と展望がなんか22ぐらいついてたんで、そっち行こうとして、米前通路で、パン君さんがあの武器庫の扉を開けようとしてるのと見合って最終です。うん、なるほど。あ、じゃあ消えてたのか。そうですね、僕は通路にいるんで映ってた。だいぶ弾けません、ね、カキさんかドネキさんになるから。うん、うん、お、あれ、エンジンの2のそのうち1個が先端さんで、もう1個は、あ、そっか、その可能性も、あ、ごめんなさい、うん、僕の主観でした。はいはい、でも一応、まあいい、次話す。うん。まあ、これはもう一回議論。
まあまあまあ。ナイスボタンです。はい、ありがとうございます。はい、はい、3秒前ってことなんですけど、それであれば、ミーティングの左上の、ゴミ箱のタスクを比較さんがやってて、ゲンさんが、右奥から、上の方でボタンを押したっていう情報を持ってるので、3秒、それが合ってるなら3秒前は否定できると思います。エンジンだったら、いかがでしょうか、合ってますか、お二人。あ、それは合ってます。ゴミ箱の件は分かりませんが、はい、私の動きは合ってます、はい、うん、いいですか、はい、藤宮さんに聞きたいんですけど、はい、キッチン武器庫に22でした。いや、展望と武器庫だったと思うんですけど、僕が見たタイミング、展望武器庫に2つずつついてました、うん、はい、展望は夏目とパン君だって、うん、夏目たちのそれはでも停電が起きたタイミングです。なんで、まあ、そんな超直近ではない。ラドさんと犯人が武器庫じゃないですか。うんうん、いや、最後武器庫の上側は通りましたよ。あのキッチンから普通にドア行く感じでは、ま、そこでは光ってないです。前の話だった。パン君は弾けると思います。はい、はい、うん、カックさんはその時どこぐらいにいました。その時っていうのはそのいつのタイミングですかね。停電が鳴ったぐらい。鳴ったぐらい、どこだろうな。武器庫の可能性僕あると思います、自分が。少し拡散いたか。うん。ですよね。ちょっとごめんなさい、あの武器庫通信エンジンのどこかだと思うんですけど、ピンポイントで確証はないです、停電になった時っていうと。うん、で、寺園さんは間違いなく左にはいないんですよ。脇から、うんうん、脇位置が。うん。うん、だから、アドミン偽装もあるんじゃないかなとは疑ってます。はい、申し訳ないです。まあ、ちょっと記憶に自信がないだけです。3から5秒前のエンジンから移動してる可能性があるんで、一応まあ藤宮もキルはできる位置になってしまいます、うん、一応込み前通路の扉が閉まってたのは夏目先生も確認してると思いますけど、うん、結構まあ下位置エンジンじゃなくて右側の可能性もかなりあるので、とりあえずミーティングの2はと、うん、展望2はほぼ無理じゃないかなっていうぐらいに思っておいてほしいです、うん、はい、はい、はい、了解です。うん、自ら容疑者に入るスタイル。タスクねー、比較書き。うん、なんて比較さ見てないかな。うん、テロン。シャワー室の右下で発見しました。比較さんです。シャワー右下か、はい、うん、緑オレンジ一緒。あ、ごめんなさい、はい、はい、緑オレンジ一緒、はい、そう、パン君さんとゾニキさんが停電前にアーカイブシャワーで、はい、比較さんは藤宮と一緒に貨物湧いてアーカイブまでは一緒で、そこから僕は置いてきてるんで、パン君さんとか見てその後の目撃情報があれば。いや、緑オレンジ一緒っていうのは多分柿さんとゾニキさんが貨物で一緒だったのかっていうのが、停電中もずっと僕カメラゲンさんと一緒に見てて、はい、あ、柿さん、あー、へえ。いや、でもそのなんか下半身が緑でした。だから東屋さんの可能性もある。あ、東屋は貨物いますけど、東屋さんが給油のところ、私は最初金庫のところにいるので、その東屋さんと私ですね。ああ、そう、柿さんは
見てないので。佐々木さんはシャワーあたりで見ました。あ、ごめんなさい、じゃあちょっと違うかも。だいぶ前半ですけど、うんうん、あ、カキさんは、最初私エンジンでは行って、そしてメイン行った時に左の方に、メインから左の方に行ってったの見てます。うんうん、最終位置聞いていいですか。先端さん、東屋さん、夏目さんとか。東屋ゾニキが貨物です。東屋ゾニキが貨物、はい、ミーティング、はい、はい、カメラ映ってます。先端さんを、あー、アーカイブ、アーカイブ、はい、先端さん多分無理かなと思います今回。ただいわゆるカメラに映る位置におられたんで、なんか待ってる感じはしたんですけど。原さんのカメラ情報ですね。あ、なるほど。 あれはあの死んだ時でも発見すぐされるように立ってました。あ、なるほど。あとカメラ光ってたなと、ですね、ゾニキさんが貨物にいたことはあの正しいです。でもう一人映ってたんですけど、あの丸いなんか球体の中にいるペット、はい、あれが見えたんですけど、はい、あれはつけてたのはトヤさん。トヤさんです、はい、あ、じゃあトヤさんかな。ゲンさんって序盤から見てました、カメラ。キルクル上がる前、停電が始まったぐらいのタイミングでアップロードを置いて、そこから見に行ってます。ヒカクさんがアーカイブから出た姿とか見てないですか。話すか、うん、いやー、そうそう、カキさん見ます。うん、柿さんが左に行ったっていう情報か。はい、貨物脇で、コクピット、あ、貨物脇から一気にあのコミサボまで直しに行ったところ、先端さんの死体がコミのところにあって、とりあえず藤宮、パンク、夏目は序盤からミーティングにいたので無理で、東屋さんが後から合流する、ですっていうのが貨物ですよね、死体地、はい、いや通信室ですよ。コミサボ前ですよね、はい、あ、コミサボ前、これはもう東屋さんとソニキさんだと思います。ん？ゲンさんはどこにいました？一応ゲンは今アーカイブで一人ですが、うんうん、まあ昨日の時点で私は白がいただけたと思います。昨日の日経の時に真横にずっと言っていた。東屋目線の話をすると、ゲンさんアーカイブであればゾニキさんがセルフするメリットが全くないので、東屋目線はもうゲンさん、今回のキルはゲンさん確定かなって思います。ああ、はい、うん、でも前回2キルだったんで、東屋さん、はい、ちょっと整理しますね。はい、ゲンさんはとりあえず隠し城で置いてください。客観視城が置いてるからその情報は信じてください。ゲンさん隠し城ですか。昨日のニキルができない、カメラを見てるっていう情報で、まあ一人のニキルを除き隠し城ですね。ゲンパン2郎は追わないってことですか。ゲンパンの場合はセキュリティで殺しまくってないといけないので、かなり難しいと思います。うん、カキさんの、まあ、目撃がないんで、てかそもそも死体地がシャワーなんでしょ。シャワー右下なんでしょ。はい、ヒカキさんの死体はシャワー右下です。だった場合実施点なんだけど、ゾニキさんと東屋さんに絶対いると思って、そうですね、であれば了解です。なんでかっていうと、東屋さんとゾニキさんラウンジですれ違ったじゃないですか。はいはいはい、覚えてますよね。覚えてます、覚えてます、覚えてます。あれって東屋さんが後ろだったのは記憶しているんですけど、うんうんうん、はい、東屋さんはあの時何のタスクやってました。アーカイブのダウンロードをした後に貨物の給油をしに行ってます。ゾニキさんそれは確認取れますか。あ、はい、給油をしてるのを見てます。その上でゾニキさんはどこから来ました。エンジンで夏目先生と湧いてから。ゲンさんどっち入れました。ゾニキさんです。あ、ゾニキさん、あ、夏目はゾニキさんに入れます。はい、東屋さんに入れます、うん、一応ゾニキさんの相方さんとして東屋さん以外のケースも終えるかなと思ってたので、うん、とりあえずゾニキさんから落としたいなと思いました。東屋さんまでローラーしてください。ごめんなさい話が長くて、とりあえず右はゾニキ東屋のどっちかだと思います、うんうん、ミキルは東屋さん釣りたかったな。怪しまれてそうだな。
内部。あざす。ごめんなさい、今の話聞く感じ、はい、はい、ほぼツニキさんだと思ってて、うん、はい、トウヤさんがアーカイブのダウンロードをやってたのであれば、自主展の主観の情報で申し訳ないんですけど、うん、ね、なんて言ったらいいかな、ゾニキさんがとすれ違った後にトウヤさんとすれ違っているんで、はい、わかりますか、すごいもう短い距離だったんですよね、うん、そこの時系列が。で、トウヤさんがダウンロードしてすぐ来たのは納得して、ゾニキさんは、絶対シャワーを通っているはずなので、はい、シャワーできる視点だったらゾニキさんかなと思いました。うん、と、あと現時点では、うん、トウヤさんとゾニキさんのラインが結構分かりやすく見えており、貨物でこれパン君さんも同じ情報を持ってますけど、はい、ゾニキさんとトウヤさんが2人とも貨物でおられたのは我々目線確定なわけですか、はい、でシャワーにでお肉が発見されているということから、まあ、貨物からの弁当とかは割と硬いかなっていうのが追えると思うんです。なんで東屋さん目線でもゾニキさん全然怪しい位置なのに、昨日の段階でそれが特に出てこなかったのが自然かなと思いました。昨日は直近切るだけの話をしてました、ミーティングに4人いたので。なぜなら、はい、で、まあ、ミーティング4人なんですけど、ミーティング4人と、まあ、去年じゃないですね、昨日 の、うんうん、あのゲンさんが横にいたやつで、はい、合わせてで東屋さんしかないのかなと。まあでも、うん、夏目先生、藤宮さんもう隠しろですか、パンク目線。ミーティングの奥まで行ってたんで、さっきのキルに関しては無理です。ニキルの時は正直ちょっと分かんないですよ。藤宮セルフ、そう、ギリあって藤宮さんセルフだと思います、ね。まあ、だ僕のシャワー主体によってゾニキさん集められてるんで、まあ、うん、だけど、うん、じゃ夏目先生は白進行でいいですね。もうトウヤゾニキ、トウヤゾニキだった場合、実践貨物に2人いるから貨物に生きるってことになります、まあ、結局、ゾニキさんの情報もゾニキさんから出てるんで、うん、ただパン、あれ、原産視点パン君さんは隠し郎なんでしたっけだと思いますよ、うん、セキュリティ近辺で肉がない限りはですけど、うん、僕も同じです。夏目だったらまあ基本はトウヤさんになるか、うん、じゃあ、あれ、いや申し訳ないな、あれ、自分これタスクどうすか。タスク結構あります。ええ、うん、私ボタンないっす。あ、追放しないのか。僕ボタンあります。ここはね、釣らせるわけにはいかないっすよね。うん。東屋さんの目の前で切るが基本は。ただ源さんは東屋さん疑ってるから、エンジンルームのど真ん中にあって、まあ東屋さんがそこを通って行ってるはずなので、まあ東屋さんだと思います。それは合ってます、うん、もう東屋目線藤宮さんしか無理っすね。で、コネサブ直したのも藤宮です。それも合ってます。で、東屋あとアップロードでタスク終わるんですけど、皆さんどうですか。僕ちょっと全然終わってないです。だから60分もあって、あ、そっか、まあさん終わんないですかね、はい、いやー東屋さんに、まあ、基本は東屋さんいやー申し訳ない、マジで申し訳ない。これどうしようかな、申し訳ないです。ちょっとこれはこれで藤宮さんだったらすいません。ごめんなさい。合ってる、でも、はい、でも合ってます。いやー皆さん、村の皆さんごめんなさい。めっちゃ塗られちゃいました。僕です、インポスターは。なんだと。さよなら皆さん。なんだと。
よかったヌン、こっちにあって。ゲンさん待ってよ、ゲンさんゲンさん待ってよ。あいいナイスファイト、あうまいなすげーわ、いいな、いやー見事です、ありがとう藤宮くん、危なかった、ソニキさんから釣られた時は藤宮が相方の死体を発見って感じ、そうっすね、ですね、で、下地偽装してって感じですかね、まあ、シャワーの上側ですけど、まあ右下にずらしたぐらいですね、うん、うわすごい、ごめんなさい、見事です、石とかではこれ捨てないから、滝さんはエレキで、うん、デラゾーは一応できればシャワールームでゾニキさんと一緒になって、こいつ怪しいと思って逃げろーって一生懸命エンジンに走ったらエンジンで藤宮さんに殺されましたエンジンで切ってコミュサバの通路前にまた戻って、うわーうまかったな、死ぬ運命、うわーやっちゃったー、そうだよな、トーヤゾニキだったら貨物船自体はソニキさんがめっちゃ黒く釣られてったんで、逆にそれを利用できます、うん、最終東屋さんが釣られるかどうかの時って藤宮さんどこに入れたんですか、僕はスキップしてました、5人番目、釣られたら、まあ、夏目先生視点、うん、藤宮確定になっちゃうんで、そういうことか、いや釣らせたくなかったんで、うん、マジか、えらい、だからあそこは多分東屋さん落として多分二択にしといた方が分かりやすかったかなと思いますけど、うん、まあしょうがないですね、いやわナイスゲームでしたね、ナイスゲームだった、ごめんなさい